はい、よろしくお願いします。今回は中学校2年生の教科書4章テスト対策やっていきます。で、今回はこの2問やるんですが、これはですね、見ていただいてる方から実際に出た、テストの問題を、送ってもらってそれを使っています。で、ちょっと問題わかりにくいと思うので先に説明させてください。この星型をですね、まあ、全く同じじゃなくて構わないんですけど、まあ、似た星型書いてもらって、まず角度を求めます。で、2番なんですけど、その角度を求めたやつ、まあ、出したやつ、それが正しいかどうかを証明するんですね。で、その時に、例えば今 ABCDE が振ってあるんですけど、ここを F にしたいとか、ここの角度を G にしたいとかっていうのを自分で書き込んで、それを使って説明していいですよっていう問題が出たそうなので、まあ、そういうことだと思ってやってみてください。いいかな。ではね、動画止めてチャレンジしてもらって、でやってもらってね、いやちょっときついなと思う方は今から自分が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。ではちょっとね、前置きが長くなりましたが、今からねやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、改めて星型です。で、まず1番に関しては、まあ、2番で説明するからね、もう行きましょう。星型あるよね。尖った5箇所。ここの角度を全部足す。A 足す B 足す C 足す D 足す E。これすると、これも覚えてください。はい、180度になりますと。で、この角度を求める方は割と出ます。この星型、定期テストでね。で、2番のこの、なんで180度になるのっていう証明も結構見ます。そう。で、今回ね、送ってくれた方がね、この先生、いい出し方だなと思うんですけど、その、アルファベット5個振ってあって、こういうとこね、ちょっと使いたいところが出てくるんですよ。で、その時に、ここを F とするとかって全部書くと回答が大きくなっちゃうんで、だから好きなように振って、それを使って説明してごらんっていう。うん、個人的にはすごく、中学生向けだったらね、いい問題だなと思って使わせてもらいました。で、なんだろう、使う場所がね、結構自由度が高いので、自分と全く同じじゃなくても構わないんですが、今回自分は上の三角形、ここのちっちゃいやつ、ここに注目してやっていきます。で、そのために A、B、C、D、E 5個も使ってるので、ここを F、ここを G にします。角度。で、ここの角度を、角 F、ここの角度を、ちょ、ごめんね、G と。いいかな。そうやって置いて説明しますので、もちろんね、左下使う方もいれば、この右側使う方もいらっしゃると思うんですけど、ちょっと自分は上でやっていきます。で、この角度が180度になるのはすごく有名なので、ぜひね、覚えてほしいんですけど、まず、どっちからいこうかな。F、ここ使いましょうか。でね。ここの三角形、赤のとこです。注目してください。だから三角形 CEF だね。で、ここまで詳しく書かなくても大丈夫だと思うんですけど、一応詳しく書いていきます。三角形、今はね、赤のところ、CEF について、前も動画でやりましたが、三角形っていうのは、ちょっと図書こうか。三角形は当然角度が3つあります。内角がね、3つあると。で、その時に、2つの内角、こことここを足したものは、残った内角の外角ね、ここ。に一致するっていうのをやりました。これすごく有名なやつね。二つの内角を足したら残ったものの外角と同じなんです。で、それを使うと、今、この赤のところ、内角一個ここね、C。内角もう一個、E。残った内角はここですよね。それの外角なので、F になりますよね。つまり、角 F は、角 C 足す、角 E になります。これを使うと。いいかな。F っていうのは C と E を足したものだと。で、本当は全部赤でやりたいんですけど、わかりやすいようにちょっと青使いますね。次、ここです。ここの三角形を使っていきます。で、そうすると同じです。やることは、内角1個、B、もう1個、D、内角2つ足すでしょ？それは残った内角の外角だから G になります。つまり、三角形、BDG か、青ね。について、角 G は、下入ってる？あ、OK。角 G は、
各 B と各 D を足したものになる。で、まあやってること同じです。ってなりましたよね。そうするとですね、こっち行きましょう。最初に自分がね、主役って言ったこの三角形、上の三角形、ちっちゃいやつです。そうすると、三角形 A、F、G、上のとこね、について、当然、三角形の中、A と F と G ね、三角形の3つの角度を足したら180度ですよね。行きましょうか。角 A と角 F と角 G を足したら絶対180度になります。まあこれは三角形の中だからさ。で、今 F のとこに、ここね、F は C と E を足したもの、G は B と D を足したものなんで、ちょっと順番気にせず書くと C と E でしょ。C 足す E。足すで G が B 足す D だから、ここの G が今 B 足す D なんです。ここね。で、F のところを C 足す E に置き換えたの。こっちに書いてあるから。で、ここ左側順番を変えてあげれば、角 A 足す、角 B 足す、角 C 足す、角 D 足す、角 E は180度ですよねって言って、これで終了と。ね、A 足す B 足す C 足す D 足す E は180度ついて、噛んだですよっていう、いうやり方になります。だから、その左下でやりたい人、ここでやりたいときは、こことここに、こう違う三角形を2つ足して持ってくる。足して持ってくるっていうのをやれば、どこの三角形でも使えます。ここの左側のちっちゃいとこでも右のちっちゃいとこでも構わないんですけど、一応説明上今回は自分は上を使わせていただきました。いいかな、ぜひねこんな感じでやってみてください。では今回はねこの2問やらせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回からエンディングをつけて、まあ、最後、まあ、ちょっと喋るっていうのと、まあ、おすすめの動画とかの表示をね少しやってみようかと思います。不評だったらやめるけどね。なので、ぜひね、高評価とかコメントの方残していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それじゃあ、お疲れ様でした。